100% 入らないパクリゲの需要、動画投稿のネタのためだけにある説。はい、どうも、ザンダルクです。というわけで、今回はですね、まあ、久々のパクリゲ紹介やっていくんですけど、まあ、コールオブデューティーモバイルが中国の方でリリースされたじゃないですか。だからまあ、コールオブデューティーのパクリゲもおのずと増えてくるということで、前回紹介した時よりも、凄まじい数と、あとまあ、ぶっちゃけ大体のパクリゲって広告詐欺なんで、まあ、タイトルと、あとゲーム紹介の画像ですね。まあ、それがある意味、その笑いのピークではあるので、まあ、ちょっとね、今回、もうこちらであるネタ大体見せて、まあ、この中からそのワンチャン面白そうなのだけをね、ゲームでやっていこうかなと思います。で、中にはね、その対応してないやつがあって、まあ、すでに消されてるか知らないんだけど、いざ実際入れてやってみたら、真っ黒い画面でもうずっと動かないみたいなことがあるので、ちょっとね、これ面白そうだったのにっていうのはちょっと勘弁してください。はい、とりあえずできるやつだけちょっとやっていきましょうか。はい、ということで、まずはこちら、コールオブフリー。WW スナイパーファイアーデューティーフォーウォーということで、まあ、非常に読みにくいんですが、まずこちらアイコンですね。まあ、これがギルティーよな。もう完全これ M って書いてあるから、まあ、モバイルの M だとは思うけども、まあ、完全コールオブデューティーモバイル意識してますよね。はい。で、しかも名前がコールオブフリー無料で、かつ、多分これワールドウォー2って入れたかったんだろうけど、WW で終わっちゃってるっていうね。まあ、ある意味第一次世界大戦かなっていう。はい。で、これ結構面白そうなのが、第二次世界大戦の、わらわら2戦場にいます。だから第二次世界大戦の戦場にいます。みたいな現代の武器で敵と戦ってますっていうね。だから M4 とかスカーとかそういうの持って第二次世界大戦で戦ってるみたいな感じなんでしょうか。もう翻訳の段階であれだよね。うん。評価は最悪と。これちょっとアイコン的にちょっと笑えるよね。はい、お次こちら、コールオブモダンオーフェアフリーコマンド FPS ということで、アイコンはバチクソかっこいいですね。ゲーム画面もかっこいい。これなんかこれディビジョンっぽい格好だよな。ね、コールオブモダンオーフェアということで、まあコールオブデューティーモダンオーフェアからデューティーだけ覗いたバージョン。しかも2021年モデルですからね。で、アイコンとか見てみると、まあ、別になんかまあ、COD の銃だけが出てるって感じではないかな。はい。まあ、ゲーム画面見てると、キルハウスではないよな。普通になんかトレーニングルーム的なやつで、まあ、三人称視点なのかな。で、これやばくない？シューティングゲームズってこれ、明らかさ、まあ、コールオブデューティーモバイルのアイコンだからね。アイコンっていうか、昔のロード画面だからね。で、これが MP7 だと思うんだけど、別にこれは COD パクってないな。オリジナルだね。まあ、これはどっかのなんかゲーム会社からパクってそう。これも MW 系からパクってんのかな。はい。まあ、ちょっと面白そう。あ、けど、なんか桜めっちゃいるね。広告がバトルフィールドでこのゲームプレイしてみたら、案外バカおもろかった。じゃあ結構これ面白そう。後でやります。はい。モダン FPS シューターバトルフィールドということで、まあ、コールオブデューティーモダンと、バトルフィールドが組み合わさってますね。で、アイコンとか見てみると、特にまあ、パクリそうなのはないけど、まあ、ここら辺なんかどっかから、あ、これ、コールオブデューティーの BO2 ですね。BO2 の M27 っていう字を多分ね、モデリングしてるんじゃないかなと。で、これあれですね、コールオブデューティー AW のレーザー銃というか、このオーバーヒートする銃で、で、これが、BO1 のエルクロ。そう。多分 BO1 だよね、この服装。BO1 のエルクロに。で、これが、BO3 のドラコかな、スナイパーライフルですね。っていう形で完全 COD の武器パクってますね。これ多分 MW のドラグの服かな。で、これボツの MP7 ですね。いや、これ特徴的、あ、これモダンかな。どっちかの多分 MP7 だわ。はい。これも M27。っていう形で武器は全部パクってんな。うん、これエルクロだね。はい。っていう形で、アイコンだけはやばそうなのが追加されてます。まあ、これ評価最悪だな。はい、そしてお次、コールオブ、ウォーフェア FPS モダンコールオブ、コールドウォーオブオプス、待って、めっちゃ見にくい。コールオブウォーフェア FPS モダンコールドウォーオプスデューティーっていうね。まあ、普段やっぱコールドウォーって呼び慣れてるからあれだけど、オプスデューティーっていうね、コールオブデューティーブラックオプスコールドウォーを、なんか並び替えたみたいな感じですね。これ、何からパクってんだろう？なんかからパクってんのかな？ AK ですね。雰囲気、あれだよな。モバイルでもあるマップだよね。まあ、特にここは、これなんか26でこんなんありそうだな。これは知らん。まあ、明らかこれクソコラ画像よな。ここだけなんか画質おかしいもんな。いや、こういうの、なんかね、まだ、もっとマシに作れそうだよな。うん。あ、これゴミゲーって書いてあるからダメですね。名前だけ。で、お次、コールオブバトルターゲットシューティング FPS ゲーム。かっこいいアイコンはしてるね。たださ、これ、画像がほら見ても完全パブ G っていう。パブ G のマップだよな。ね。このパブ G のさ、初期の、宣伝のやつよ。この、バギーとかのやつ。ね、これもクロスボウとか、これ完全パブ G のあそこじゃん。ね、パルスも迫ってきてるし、やっば。いや、これ、これ水のね、ところじゃん。水の都じゃん。よく、上からクソコラで付け足したってことっしょ。やばいね。ひえー、これは完全、ね、パクリゲですよ。あ、これも桜めっちゃ湧いてる。大変面白いです。つってね。はい、で、お次こちら。コールオブクリティカルオプスモダンスナイパーデューティーってことで。まあ、これもね、画像多分これ BF だよね。
な BF の画像を使いつつ、クリティカルオプス、クリティカルを除いたらコールオブデューティー、モダンオプスみたいな。で、これもアイコン使い回しっていうね、パクリゲー同士が使い回してるっていう。で、このどうせパラシュートもどうせクソコラ画像なんだろうな。これ何の銃だろう。M4K かな？見たことない銃だな。ね。いや、これもなんかどっかからパクってそうだよな。非常に面白い。まあ、けどスナイパー系ですけど、評価がない。はい、そしてお次。これはアイコンからやばいね。多分これ、コールオブデューティーモバイルの、その、後ろ3人、プラス、M っていうのをね、表してるんでしょうか。コールオブレジェンド、ウォーデューティー、フリーシューティングゲームということで、まあ、コールオブレジェンドってね、入れてますけど、一応、コールドウォーとかね、ワールドアットウォーとかのウォーを入れつつ、デューティーをもじっていると。これなんだろう？ディビジョンとかかな？これヘリだけ、これクソコラアイコンよな。ね。ディビジョン系かな？なんかからパクってきてるよね。ディビジョンかな？これ。ディビジョン臭くね？これ。ワンかツーか知らんけど、ディビジョン臭いよな。これはなんだろう。いやけど、これもう浮いてるもんな、この、なんかもうちょっとマシなのあったでしょ、みたいな。広告多すぎ、つってる。あ、アイコンから面白い。そしてお次、コールオブバトルデューティー、カウンターシューティングゲーム2019って、ちょっと古いね。ただこちらは2019年ということで、26のこれテルミットか。ね、テルミットおじさんが書かれてます。いやー、これ銃なんだろう。この銃なんだろうな。なんかありそうだよな。けど、この感じさ、コールオブデューティーオンラインがこれついてるんよな。いやー、なんだろう。はい。ということで、まあ、いろんなところからパクってきてそうな感じはします。いやー、めっちゃパクってそう。まあ、けど、これも評価がないから、もうどうせクソゲーっていう。はい。そして、お次、コールオブ IGI コマンドモバイルデューティーニューゲーム。はい。ということで、一応こちら、まあ、3人プラス M って書いてますね。ただ、ま、一応コマンドということで。いやー、まあ、特にこれはパクリゲー要素なさそうだよな。特にだね。まあ、けど、これ、いやけど別にこれ当てつけような。別にパブ G でもこんな画面あるしな。ね。これはちょっと当てつけ部分があるんで、なんとかなんと、ちょっとわからないんですけど。まあ、けど2021年の新しいゲームなんだ。で、お次こちら、コールオブスナイパー、コールドウォー、スペシャルオプス、カバーストライクということで。まあね、コールオブデューティー、コールドウォーをね、つけてきてるんですが、コールドウォーって冷戦っていう意味なんですよ。そう、冷戦時代だから、あの、ベトナム戦争とかね。まあ、そこいらあたりになってくるんですけど、こちらなんと第二次世界大戦の銃が、使われているということで。いや、おかしいでしょ。これ多分スプリングフィールドでしょ、銃。ね。57発入るって第二次世界大戦無双じゃん。あ、待って、これあれじゃん。コールオブデューティーワールドウォー2のキャンペーン画像だよ。ちょっと待って、これ、キャンペーン画像の後半の方の、冬の戦いのやつよ。これ。ワールドウォー2のパクリじゃん、これ、キャンペーン。待って、この戦い知ってる俺。コールオブデューティー。ワールドウォー2パクってきたけど、名前はコールドウォーということで。あ、一応、まあ、第二次世界大戦で書いてますね。うわ、これ、ダメじゃん。ワールドウォー2のキャンペーンまんまこれ画像ですから。ね。はい、という形で、ちょっとま、気になって突っ込めるやつはこんな形となっております。この中からちょっと面白そうなのやるか。個人的にちょっとこれインストールしたいな。はい、ということで、とりあえずできるやつだけやっていきます。では、モバイルの方に移っていきましょう。はい、ということで、まず最初にこちらのコールオブモダンオフェアフリーコマンド FPS ゲーム、2021からやっていきたいと思います。まあ、言ったらゲーム画面がちょっとやばかったやつですね。こちらでやっていくんですけど、意外とね、そのゲーム性はちょっとあれですが、銃がね、ちょっとリアルなんよ。なんかパクリゲーってもっとテクスチャーがちょっと荒いじゃん。ただまあ、こちらに関しては結構グラフィックが綺麗なので、早速ちょっと見ていこうかなと。で、こちらのゲーム多分ね、ロシア側、ソ連側のゲームかなってことで、これ銃がまずこの SAAF って書いてあるじゃん。これがまずコールドウォーで登場する SR3 っていうね、エースバルの SMG バージョン。そう、あの、サプレス外したバージョンの SMG で、まあこれロシアの銃じゃないですか。で、ハンドガンもね、ほら見てもらったらわかるけど、トカレフなんですよ、これ。そう、TT33 って言ったら、トカレフ TT33 なんで、これもロシア側の銃なんですよ。まあそういったところ多分これ開発元をね、ロシアなんじゃねえかなってことで、まあ、とりあえず普通に MP7 から行きましょうか。はい、ほら、このゲーム画像の後ろ。いや、もうゴーストさんが映えてんね。ほら、結構画質良くない？ね、めちゃくちゃ悪くはないよね。まあ、ボットゲームなんで、まあ、ぶっちゃけクソゲーではあるんだけど、まあ、パクリゲーらしかなぬ。まあ、いい性能というか、ちょっとリアリティというかね、銃はしっかりしてるかなって感じです。ちゃんとこうやって ADS もできるしね。はい、リロード。で、コッキングして、チャージングハンドル引く。いいよね。この辺ちゃんとできるのはありがたい。で、パクリゲーらしかなる、グラフィック。さあ、ということで、サブ機のトカレフ。さあ、エイムして、はい、パン、パン、パン。トカレフさ、コールオブデューティーではあんま登場しないんだよね。珍しいハンドガンだよな。まあ、向こうの、結構ね、有名な銃ではあると思うんだけど。で、広告っていうね、鬱陶しいね。まあ、こういう形で進めていくゲームでしたね。だからまあ、銃いろいろと見たいよって方は面白いんじゃない？この草生えるってさすがに。あのロード画面ずるいよな。はい。お金いただいた。あざす。あ、で、広告見たら、受け取れると。AWM かな？ちょ、あれだな。見てみたいな。この、SR。さあ、ということで。お！これが、AWM。エイムすると。あー、こんな感じなんだ。スナイパーライフォー。スナイパーライフォー。あ、ちゃんとズームした状態で、
リロードコッキングしてるんだ。はあ、あすげえ、ほらこう覗いたところがさ、こうなってる。スコープがちゃんと反映されてる。これいいよね。まあ、ここら辺はなんか、まあまあまあって感じでしょうか。さあ、これがエースバルの SMG バージョン。いや、反動キモいな。反動キモくないこれ。まあ、これちょっとやっぱパクリゲーって感じよな。あ、けどさ、キルログとかかっこいいし、チャットとかもさ、煽り放題よな。フラグ投げるぜ。終わった。はい、ということで、一応、まあ、うん、って感じのゲームでした。まあ、超クソゲーではないね。やっぱクソゲーかもしんねえわ、クソ広告。はい、ということで、お次のパクリゲーは、アイコンがね、完全アウトな、コールオブフリー、ダブルダブルスナイパーファイアーデューティー4ウォーってことで、まあ、言ってた第二世界大戦なのに、現代の武器使って戦いますよ、みたいな、もう矛盾しか書いてなかったやつです。はい、武器とか見ていくと、こういう形で、AK47 にスナスコかな、ドラグノフとかに乗ってるような、多分スナスコ乗っけて、ピストルがガバメント、MP5、だけ？あ、ショットあるわ。で、M4。はあ、はあははあ、うわ、迷彩めっちゃダサい。M4 に、これスナイパーなんだ。AK じゃなくて。はい、っていう形で、クソみたいなやつがいっぱいあります。で、これね、ゲームモードがほら、こういう形で、ゾンビモードと PVP モードってあるんですよ。で、本家の方も PVP モードとか、あと、ゾンビモードがもちろんありますので、まあ、そういったと、うわ、ゴミ！左斜め上、絶対どっかからパクってきたやろ。はあ。オッケー。待って、これナイフ打ってる。やばい、これぞゴミゲーですよ、皆さん。パクリゲーのね。そう、右斜め上もドラゴンボールのレーダーみたいな感じになってて、ナイフこれ振ってるからね、マジで。何してんの、お前マジで。ジャンプ !What? これジャンプ走ってんのこれ。あ、走ってるんや。で、しゃがむ。ジャンプよし、武器を変える。ハンドガンの持ち方、お前指いかれてるぞ。撃たれてる。応戦しろ。ほ、手、よし。よし、スローモーション。エイム？ああ、なるほどね。左手で持ってるんだ。いや、指どっか折れてるよ、これ、マジで。えげつない角度いってるよ、これ、武器拾えへんの。拾うぜ、M4。ほら、目の前仲間死んでるのに。お前、監視役としてどない死ね。当たらへんの、でも、アイアン狙って言ってるのにさ、当たらへん。What？ え？これ、ハンドガンになってね、武器が。だよな。え？ハンドガンの妄想になってる。これ、無理やん。無理ゲーやん、こんな。ちょっと待って。あ。よし、あ、ナイフ振ってる。ふわほほほほ。くそげすぎ。くそげすぎるよ、これ。はい、これがね、あれですよ。あのアイコンのコールフォーウォーですから。やべえ、マジで。広告詐欺もいいところよな。バトルライブ要素もなかったし、ゲーム画面であった。要素もなかったし、コールオブデューティーどころか、まともに FPS ができへんっていう。しかも広告クソ長えし。やば！だって銃撃ってなかったよね、これ。やべえな。多分もうこういうのはやっぱ広告で稼いでなんぼみたいなことしてるんやろうな。ゲームオーバー。リスタート !Yeah! 行こうぜ。次こそ行くわ。走れ。とりあえず目の前にいるやつはナイフで殺そう。オッケー。ナイフで殺す。こうやな。オッケー。なんか、ザシュって言ってる。オッケー、倒した。すいません、なんで人から煙が出てくるんでしょうか。で、これ弾が10発か。オッケー、さっき多分ザンダン見て、速度計じゃん。なるほどな。ハンドガンで無駄打ちせずにやるってことか。でもさ、ハンドガン弾切れたらさ、ナイフ振るってわけわからんくない？オッケー。もうこれだけはやろう。もう、命大事に、まずハンドガンで弾が10発しかない。で、多分アイアンもこれクソガバガバだから超至近距離で、ここで撃つ。3。3発切るね。オッケー。で、あいつも行く。1発。当たらへんのこれ。1、2、2、3。オッケー、倒した。よし、開いたぞ。ちょっと待って。マジ、弾がないよ。やばすぎる、これ。無理じゃん。武器一回切り替えるじゃん。え、弾1発しかないって。リロードボタン押してもダメ。え、これなんか左斜め上になんかこれ、ボックスマークあんじゃん。そっから弾回収もできない。無理ゲーじゃん。これナイフ特攻しかないよ。行け。はっ。ハンドガンじゃ絶対無理っすね。はい。広告めっちゃ見て、こちら。あれ変えへんの？変えた。よし。オッケー。まあ、とりあえずこれで武器があるから、やりましょう。最初でさ、これ難易度鬼むずすぎない？あ、ショットガン鳴ってる！ What？ バグオブデューティーじゃん。そういう原作再現もしてくれるんだ。死ね！よーし、ワンパンじゃ。オッケー、倒す。くれー！ショットガン強いね。は？どこ？あ、上にいる？あのさ、その射角から撃ってくるの無理じゃね？死ね。よし。おー、ちゃんとリアルに落ちてきた。あ、クリアした。で、また広告と。いや、もう、
ぶっちゃけ、なんかもう武器いっぱい買って、てかディロードできないのクソすぎでしょ。まあなんかあるかもしんないけど、とりあえず現状はもうこのゲームはマジのクソゲーということで、これが本来のパクリゲーですよ、皆さん。はい、ということで、ま、こんなもんで締めましょうか。いやー、ひどかったな。ひどいやつと、割となんかあれ高クオリティじゃねっていうのがあったんで、面白かったね。まあ、今後ともね、こういうパクリゲー、まあ溜まっていったら定期的にね、消化していこうかなと思いますので、よかったらね、通知が届くようにチャンネル登録と高評価。あとまあ、ツイッターのフォローとかでね、まあこのゲーム面白かったよとか言ってくれたら、また実況するかもしれません。はい、ということでご視聴ありがとうございました。